皆さんこんにちは、鉄棒でございます。いつもひまぼうずチャンネルご覧くださいましてありがとうございます。なんかね、またちょっと風邪をひいたみたいで若干鼻声なんで、お耳押しの点があるかもしれませんけども、何卒、ご容赦くださいませ。別に元気は元気なんで、ただちょっと風邪気味っていうだけなんで、すいません。なんか日本に来て2回目かな、もうこれで風邪ひいたのすいません。さて、今日はちょっと鉄道の話題から、それまして、飛行機の話題で、飛行機で、1月の2日に、海上保安庁の機体と、JAL の機体がこう羽田空港で、衝突してしまうという、非常に痛ましい事件がございまして、で、海上保安庁の、方5名がお亡くなりになったということで、あと、被害に遭われた方もそうですけれども、まず、改めてお見舞い申し上げたいと思います。で、それからですね、今回の件なんですが、ペットの、が、2匹貨物室に預けられていて、この2匹が救出できなかったということで、まずですね、このペットの、飼い主の方ですねについてもですね、これも大変ご愁傷様でしたということを、申し添えておきたいと思います。この、今日のお話というのはこれについてのお話なんですが、ペットについて、機体の、機内に持ち込むようにしてほしいとかっていうような話が今出てて、結構これ今ネット界隈で、賛否両論渦巻いてるんで、これについてもうちょっとこう冷静な観点で今日お話ししたいなというようなことをが、今日のテーマでございます。で、ペットも、家族ということで、それで、機内持ち込み、をさせてほしいっていう、声が高まっていると。今回もこの、羽田空港の衝突事故で、貨物室に預けられて、で、ペットをっていうのは、飼ってる方にしてみればもう家族同然で、私も、私自身は、ペットって言ってもハムスターとか、この間までハリネズミ家で飼ってましたけど、それぐらいしか飼ったことがなくて、でただ、友人にも犬飼ってる方もいるし、それから、うちの家内も以前猫を飼っていたということで、ペットを飼ってる方の気持ちっていうのは、ある程度理解しているつもりではございます。でただ正直なところ、私ペットについてより理解が深まったのは自分に娘ができてからかな。これ人間の赤ちゃんにも同じこと言えるんですけれど、正直なところ自分が子供できるまでは、人様のお子さんについても、ペットについてもあんまりこう深刻に考えてなかった。でただ、自分が子供を持ってからですね、こう犬を散歩させている人とか見て、で信号待ちでこう犬連れてる方がいると、犬がこう一生懸命こう飼い主の方を見たりするんですよね。こうなんかでそういうのを見てると、ちっちゃい子、自分の娘を連れて手つないでちっちゃい時ね、3歳とかこれ歩いた時にこう信号待ちとかしてるとね、お父さんお父さんみたいな感じで、話しかけてくるのに、近いなというような感じがして、最近なんか犬散歩させてる時人を見ると自分の娘がちっちゃくてなんか公園とか連れていく時のこととかっていうのを結構思い出したりして、で、それで、よりペットを飼ってる人の気持ちのが分かるようになってきたかなっていうふうに思ってます。なのでペットも家族っていう人の気持ちは 100% は自分は犬猫とか飼ったことはないんでわからないですけれど、ある程度理解はできていると思います。なので、そういった方々にしてみたら、貨物室にペットを預けるってこと自体もなかなかですね、そこも勇気がいることなんだろうなというのは思います。で一方で、これについて今反対の意見というのも多数上がっていて、でまず一つは、アレルギーの話ですね。で実はうちの娘も、アレルギーがあって、で犬猫と猫大好きなんですけど、でもやっぱアレルギーがあるから飼えないっていうのがあって、で、特にアレルギーがある方にしてみたら、その機内にペットがいるなんてっていうのは当然そういう気持ちにもなるでしょうし、それもわかるんですよ。なので反対の声もわかるし、あとはそもそも貨物室に預けるの嫌なら一緒に旅行すんなっていう意見もあって、でただそれも
まあもちろんね、旅行したくて預けてる人もいるんだろうけど、やむを得ず連れて行ってる人もまあいるでしょうし、飛行機じゃなきゃいけないようなところとかね、まあ、今回の場合はそれに当たらないのかもしれないですけれど、まあ、その実際にその貨物室にペットを預けるっていう行為については、ペットを、まあ、犬とか猫とかね、飼われてる方にしてみたら、なかなかそれは大変なことなんだろうなというのは思うんですが、一方でやっぱアレルギーがある人にしてみたら、同じ機体の中に犬猫がいるっていうだけで、それで嫌だって思う人がいるのも、それもまた事実だと思うんです。で、実際にその持ち込み許可を唱えてる人たちにすると、まあ、海外のキャリア、例えばユナイテッドとか、エールフランスかな、ちょっと調べたところ、そういうところは機内に持ち込み可になってます。まあ、いろいろちゃんと決まりはありますよ。大きさとか、その専用の、要はケージ、まあ、クレートって呼ぶらしいんですけれども、そういうのがあるし、決まりがあって、まあ、何でもかんでも、それにはもちろん大きさもある。そのドーベルマンみたいな犬を持ち込めるかって、それは無理な話であって、やっぱり基本的にはやっぱり猫とか、まあ、小型犬のサイズですね、まあ、それぐらいになると思うんですけど、そのまあ大きさについては、これもキャリアによって多少違いはあると思うんですが、であと日本でもスターフライヤーがやってるんですね、この、犬とか猫とかのその機内の持ち込みっていうのがあるんです。ただ、まあ、今回もこれ問題になってるんですけれど、あくまで現状は物扱いなんですよね。だから貨物室に預けるということになっちゃうんですけれども、残念ながらペットに人権のようなものはまだ存在していなくて、で、あくまで物の扱いになってしまうので貨物室に預ける。それからスターフライヤーについても持ち込みはできるけれど、万一の際には置いていってくださいって話になってるんです。で、実際に万一の際に飼い主の方が自分の大切なペットを置いて逃げることができるかっていう話もあって、で、だから、持ち込みを許可している方々の中には、そこも、うん、例えばこう小さなケージだったら赤ちゃん抱っこして降りるのと同じでしょっていうような、まあ、ご意見もあって、で、そこは非常に、まあ、難しい問題ではあるんですけども、それも、まあ、今の現状ではものだから置いててください。だからそれを許可しちゃうと、じゃあ自分の大切な荷物を持って降りたいとかって話になってくるし、それから荷物持って降りたりとかすると、あの脱出する、まあ言ったらこう空気の滑り台みたいなもんですか、あれに穴が開いて使えなくなったりとかっていうこともあるから、基本的にハイヒールもダメとかっていうふうになってるし、まあ、あのもうハイヒール履いたら裸足になって降りてくださいと。それでもしそこを使えなくなっちゃったら、後の人が脱出できなくなって、後の人たち命にも関わるし、荷物を持ってると荷物がこう大きいから、こう席にガンガン当たって前に進めなくなったりとかっていうこともあるから、基本的に体一つで逃げてくださいっていうのが現状。ただ小さなお子さんとか抱っこしてっていうことになるけれども、で、犬猫を飼ってる方にしてみたら、小さなものだったら人間の赤ちゃんと一緒でしょって話になってくるから、これまた話がややこしくなってきちゃうんです。というような、まあいろんなことがあるんですけれど、まあ、ただ実際にスターフライヤーが今それを実施しているのは、やはりそこにニーズがあるから、ビジネスで、でスターフライヤーも民間の会社だから、単に犬猫好きな人たちの気持ちに添えます、まあもちろんそれもあるんでしょうけども、そうじゃなくてやっぱりビジネスとしてそこにニーズがあるからこそそれを実施しているんだと思うんです。まだどこもやってないし、国内ではだ、それが答えるのがビジネスということで、でしかもこれ、ペット犬とか猫とか1匹持ち込むに5万かなんかって結構な金額かかるんですよね。でもそれでも、まあ、持ち込みたいっていう、やっぱり貨物室に預けるということになると見えないところに行っちゃうし、実際それで今まで亡くなってしまったというケースもあるんです。実際に、うん、犬猫を預けて貨物室で亡くなってしまったというケースは結構あって、例えば夏とかで、ね、貨物なんか飛行機が遅延しててなかなかこう出発しない段階で、炎天下のところにずっとこうカゴ置かれてて熱中症で亡くなっちゃったとかっていうことがやっぱあるんで、過去に。で、飼い主の方とすれば、まあ少なくとも自分の目の届く範囲のところね、機内にいればまあ安心ではあります。餌はあげられないけど水はあげられるし、まあ機内の温度もまあそんなむちゃくちゃな温度じゃない、人間が普通に過ごせる温度だから、ペットにとっても快適な温度のはずなんで、これが貨物室とかっていうことになると、貨物室の中自体はそんなに基本的に機内はそう変わらないっていうふうに言われてますが、
とはいえですね、やっぱり騒音が大きいとか、あとはそのどちらかというと貨物室に行くまでの間ですね、そこまでの間にどういう扱いをされているか、普通のスーツケースとかと一緒にどん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 と並べられているだけかもしれないんで、そういう意味でやっぱあくまで物扱いになっているというところがきつい。だからそういう心配するペットの飼い主の皆さんに応えるべく、スターフライヤーっていうのはそのニーズに応えるべくビジネスとしてやってるっていうことなんです。ただこれが難しいのが、ペットの持ち込みをするっていうことはそれを嫌だっていう方も絶対いるわけで、で、まあ、例えば匂いがすごく気になる方で、あとはアレルギーの方で、スターフライヤーは基本的にいろんなことを全部テストして、で専門家の意見とか全部聞いて、アレルギーのリスクもほぼないっていうことを確認して、何度も何度も実証実験をやった上でやってるんで、基本的にはそのアレルギーでなんとかなるっていうことはほぼないっていうか、限りなくゼロに近いはずなんですが、がですね、絶対 0% っていうのは私ありえないと思っていて、っていうのは特にアレルギーの方ってもう本当個人差がものすごいあって、でまあね、あの人によってはもうあのちょっとなんか鼻がムズムズするぐらいのレベル、それでもかなり不快だと思うんですけど、場合によっちゃ命にかかってくるんで、アレルギーの方っていうのは。なのでここは非常にあのシビアになるし、アレルギーを持ってる人にしてみればいくら安全って言われても、もういろんな実証実験をして大丈夫ですって言われても嫌だって思う人は絶対いるわけで、でまあ、これはまあずっとまあやっぱこの3年ぐらいコロナのことあったし、これと同じ考えで、いくら大丈夫って言っても大丈夫じゃないと思う人は一定数いるわけで、それと同じことだと思うんで、ここはもう個人の考え方だから、嫌だと思う人はどんなにリスクをゼロに近づけても嫌なものは嫌なんで、ですからこれをやるっていうことはやっぱりこのペットを持ち込むということについては、それ嫌だっていう意見もある、意見というかそう思われる方もいるから、絶対的に乗客が減るっていうリスクもあるんです。でもスターフライヤーにしてみたら、それよりもペットを持ち込むっていうことを商売にした方が、そちらの方がメリットが大きいって判断したと思うんです。でもちろんきちっと彼あのスターフライヤーちゃんと実施してるんで、そこについて もちろん文句を言うわけじゃないんですけれど、ただそういうリスクが存在するっていうこともこれまた事実で、これも小さなお子さん連れとかも同じことだと思うんですよ。例えばまあ赤ちゃんが泣いてうるさいから嫌だっていうお客さんやっぱりいるし、で正直なところ、私も子供ができるまでは声には出さなかったけど、あまた赤ちゃん泣いてんなと思ったことあります、けど自分が子供を持ってみると、本当都合のいいことなんですけれど、自分が子供を持ってみると、あ大変だなっていう意見にやっぱ変わっちゃうわけで、まあそこもだからもう個人差があるんで何とも言えない。お子さん持ってない方でも別に赤ちゃんに対してそんなこと思わないっていう方もいらっしゃるし、お子さん好きな方はね。で自分が子供を持ってもやっぱり人の子は嫌だっていう人もいるし、それはもういろんな意見があるのはしょうがない、それはもう人それぞれの意見なんで、ですから小さなお子さん連れっていうものに対してもやっぱりそういうのって存在するから、だから新幹線とかでもなんか時々あるじゃないですか。この冬休みも、JR 東海ツアーズかがなんか小さなお子さん連れのそういう、パッケージツアーみたいなのも用意したりしてるんで、やっぱりそういうニーズがあるから、そこは商売にビジネスになってるっていうのもあるんです。でペットについては、鉄道は、JR 西日本とか見ると、持ち込むについていろいろと、要件がある、んですが、ペットと一緒に乗ることができます。ただまあ基本的なあのちゃんとカートに入れるとか出さないとか、あのベビーバギーとかみたいなやつはダメだとか、いろんな、あるんですけれども、ただそれについてはあくまで本当に持ち込める荷物って扱いになっているんで、基本的にはここもやっぱり物扱いっていう風になってますが、飛行機みたいな厳格なものはなくて、割と鉄道ならすんなり乗れる。ただまあ飛行機と鉄、やっぱ列車は同じようにはできない。いくら密閉された空間とはいえですね、列車っていうのは仮にのぞみに乗ったって東京、品川、新横浜、名古屋とまあところどころ止まっていくわけで、でまああとは動くことはできますよね、機内、あの車内の中を。飛行機って基本的に座ってなきゃいけないんですよ。トイレ行ったりするときあるんですけど、車内ってまあ割と動くことができるとか、もうちょっとこう自由度が高いし空間も広いしっていうこともあって、あの鉄道では持ち込みは可能だけど、やっぱりそれを飛行機とやっぱり同一視するってもなかなか難しいところなのかなっていうふうに思います。なので、まあいろいろ話はしてきたんですけれど、今回のこの一件を見るに、まあ、もちろんそのペットを機内に持ち込んでいざという時に一緒にあの逃げる時も一緒に逃げたいっていうのは、もうこれはもうペット飼われてる方だと、まあ、当然の意見だし、でまあそういう方々にもいろんな意見があって、基本的な人は飛行機は利用しませんっていう方もいるし、
なるべく車とかフェリーとか、使うようにしてますという方もいる。まあもちろんそれが一番、ワンちゃん猫ちゃんにとってもそれが一番いいんだろうなと思うんですけれど、であとまあペットについては犬猫はいいけどじゃあ爬虫類どうなんだとかいろんな意見が出てくるんで、それまで言い出すと本当キリがなくなってきちゃうんですけれども、まずですね、まあそこまで広げちゃう話があれなんで、まず基本的に犬猫のところからまあ始めなきゃいけないと思うんですが、まずペットイコール物っていうところから変えていかないと根本的な解決は困難なのかなっていうふうに思います。アレルギーの話とかちょっと一旦置いといて、まずペットイコール物だ、ペットに対してどこまでの権利を認めるかっていったところからまず話をしていかないといけない。そういう意見は確かあるんで、実際にペットを失ったことでもう本当に自分の家族を失うのと同じぐらいの悲しみを持ってらっしゃる方いるから、そういったところをこれからどうやって議論していくの、そういうところも議論していかなきゃいけないのかなと思います。そこを変えないと今の状態だと飛行機に持ち込めてもいざって言った時に置いててくださいって話になるんで、で置いていけないし、でかといって私はここにずっといますっていうこともできないし、乗務員としては、ここ私はペットは逃げないので私もここにいますっていうのはじゃあどうぞっていうわけに絶対いかないから、非常に難しい問題だし、かといって一緒になって逃げられてもやっぱり一応今のルールは困るんで、ですからペットイコールものと、それから持って逃げるのに大丈夫なようなそのシステムを作っていかなきゃいけないと思うんです。まずここから変えないといけない。でそういったいろんな議論が深まっていくにつれて、このペットを連れて飛行機に乗るっていうことがより一般化していくと思う。より一般化していくことによって市場が拡大します。犬猫飼われてる方っていっぱいいるわけだから、でそれが今は貨物室に預けなきゃいけないとか、一緒に乗れてもいざっていうとか置いていかなきゃいけないとか、やっぱりものすごいハードルがあるわけだから、やっぱり乗せられない。でもこれが例えば、ちょっとアレルギーと一緒に乗るからその話ちょっと一旦置いておきます。それは最後に話をするんで、まずいざっていう時に、まず一緒に乗せられる、でいざって言った時に一緒に逃げられるっていうところまでまず OK にすれば、当然じゃあ一緒に飛行機に乗れるっていうようなことをができるようになるわけだから、もっともっとペットと一緒に飛行機に乗るっていう人が増えるはずです。そうすると市場が拡大するんで、もっともっといっぱいの人がそういうことをやるようになります。とすると今度は今の段階だとスターフライとか確か今一気に1頭しか乗せられないっていうのは、他の犬乗せてて他の犬がいるとそれだけで吠え始める犬とかいるからっていうこと、そういうリスクを最小限するために一気に1頭で一番後ろの席っていうになってるんですけど、これが一般化していけば、例えば朝の1便はもうペット連れた人専用とかっていうことができるようになると思うんです。これ今できないのはまだまだいろんなリスクがあって、でなかなかペットを飼ってる方も踏ん切れないから、そこまでの大きな市場じゃないんですよ。でこれ市場が拡大すれば、例えば朝の東京行きはもうペット連れた方専用とかっていう風にしちゃえばいいんですよ。でそういう風にしちゃえるぐらい市場が大きい、常にもういつもその人たちだけで十分に収支が合う、一機分飛ばすだけの収支が合うっていう状態まで行けば、もうペット専用機とか作れるんで、そうすると基本的にペットの連れてる人だけが乗ってるから、まあペット連れてる人でも考え方は多少違いますけど、基本的に同じ価値観の中で動いてるから、そこにはもうアレルギーとかなんとか、ペット乗ってるだけで嫌だとかって意見は存在しないから、分けちゃうっていうことなんです。これが最後にも近いという双方が納得できるシステム構築っていうところなんですけれど、現状はやっぱりどうしても市場が小さいし、ペットイコールものっていう考え方があるから、一緒に逃げられるのがなんとかあるから、市場が大きくなりようがないんですよ。で仮にそこのところが解決すれば、一緒に逃げられる、で基本的に一緒に逃げられるようになれば、ペット飼ってる人同士の中だから、その中で動く分にはもう、要はペットに嫌だとかっていう人たちの意見はそこにはもう存在しないわけじゃないですか。そういう人たちは乗らないんだから。乗ってもいいけど、乗る人はあらかじめそれ分かって、今スターフライヤーでもペット乗ってる飛行機ですっていうことが分かるようにしてるから、それが嫌な人はその飛行機避けられるようになってるんですけれど、もう極端には分けちゃうのが一番簡単です。本来はペット乗せてる人だけ、まあもちろんそれでも犬しか乗ってないと嫌だとか、猫しか乗ってないとか嫌だとか、いろんな意見あるかもしれない。それまで言い出したらちょっと切りないんで、今は犬とか猫とかをと一緒に乗れて一緒に逃げられるっていう、そういう期待が、できるように設定できるような、そうした、まあ、ビジネス拡大に向けた、そうなればいろんなもっとペットを飼ってる人たちの
考え方、今持ってらっしゃるその危惧されている、心配されている声っていうのも基本的にはゼロになります。だって一緒に乗って一緒に逃げられるんだから。ただそのためにはペットイコールものっていうところからまず議論していかないといけない。そこを変えていかないと難しいし、それを変えた上でビジネスが拡大してペット飼ってる人たちだけで乗れる飛行機っていうのができれば、アレルギーの人も関係ないじゃないですか。もう最初からこの機体はペット専用ですっていう風にしておけばいいわけで、アレルギーとかなんとかペット嫌いな人とかっていうね、匂いが嫌だ、匂いも本当に敏感な人敏感だから嫌だっていうのもあるし、だから基本的には分けちゃうっていうのが一番簡単だけど、分けるためにはビジネス、その市場を拡大しなきゃいけない、そのためにはペットイコールものから、解決していかなきゃいけないんじゃないかなっていうのが、今日の私の考えでございます。はい、ただまあ市場としては大きいんで、ペット専用のホテルとかありますからね。今この間も鳥羽行ったんですけど、そういうのホテルありましたからね、あのワンちゃんと泊まれるホテルとかってなったな、あったんで、でも市場はあると思いますから、そこをまあ変えていく、そういうシステムができれば双方がハッピーな結果になるんじゃないかなと思います。ということで、以上ペット機内持ち込みについての試験でございました。ご視聴どうもありがとうございました。